お疲れ様です。こんばんは。お疲れ、みんな。田崎です。お疲れ様。お疲れ様でした。今日ね、富士山リベンジということで富士山登りました。で、結局どうなったかっていうと、まあ、タイトル通りで富士山リタイアです。すいません。リタイアした理由としては、体調不良と心の弱さでした。本当に申し訳ない。なんでリタイアしたかは聞いたと思うんですけれど、まあ、メンタルの部分が一番大きな敗因だったと思います。富士山を登り切ってやろうっていう精神で始め登ろうとしたんですよ。で、初めは順調だったんですけれど、後半からどんどんと心が折れてきて、それでリタイアしてしまいました。心が折れてしまった、まあ敗因としては、まあ、誰々のせいとかはしたくないんですけれど、コメントですね。コメントがたくさん、まあ、書き記されていまして、その中に、富士山、お前ここでへばってたら、ね、絶対登れないじゃんとか、こっから下山もあるんだぞとか、まあ、そういった言葉が多数見受けられたわけですよ。それを、まあ、見ていて、どんどんと、ああ、無理かもなっていうふうに蓄積していきました。初めはスルーしてたんですけど、どんどんと蓄積してきてて、で、どんどんとなんかね、苦しくなっちゃって、気持ち悪くなっちゃって、あ、これダメなやつだと思って、7合目あたりから下山をしました。なので、本当に応援していたのに、こういった結果になってしまって、本当に非常に残念だって感じている方は、本当にすいません。申し訳ないです。人のせいにするなと、まあコメントもあると思うんですけど、僕は人のせいにしているということではなく、僕がなぜ心が折れてしまったかという理由を語っているので、誰のせいのことを言ってるわけではないです。で、実はもう一人謝らなきゃいけない方がいまして、なんと大物の方がいたんですよ。それが石川紀之さんです。紀之さんから、DM が届いてまして、朝方ね、あ、夜かな、昨日の夜ですね。パルパル頑張れよ。先に登頂をかましてくれと。リタイア同士頑張ろうぜと。
強烈なエールを送ってくれたわけですよ。俺本当に8時22分なんで確認ができてなくて、のりきさんから連絡来てるのを全然そこら辺見てなくて盗聴してたわけですよ。はい。で一応、僕の返信としては、山を下山した後ですね、頂上で待ってますと嘘こきました。もう何も言えないんでね、リタイアしましたの歴さんとかも言えないんで、とりあえず頂上で待ってますという言葉でごまかしました。ごめんなさい。申し訳ない。多分だけど俺もしかするとのりゆきさんからこの DM が来ていたことを気づいていて登ってたら、また精神的な部分で変わっていたかもしれないなと思ってて、本当に気づくのが遅くてちょっと後悔してます。はい。本当このデバ嫌い、昼だけやってろよ、見に来てんだからお前のせいだろ、バカかお前、お前が見に来てんだからさ、違うとこ行くのはお前のね行動だろ、別に頼んでないからお前なんてね、昼だけだっていう風に言うんだったら違うとこ行けよ、ここに来る必要性ないじゃん、ここでコメント書くなよ。まさしく。消えろよお前なあ、消えろよカス、ムカつくんだよお前みたいなコメントは、矛盾しててカス嫌いなんだよね、カスは切れてないっすよ。で顔を見ての通り焼けてます。どれだけ超絶日差しが強かったっていうのが分かるんじゃないでしょうか。たたきは丸焦げになっています。見えづらいんですけど腕も焦げてます。いや本当にすいません、リスナーさん応援してくれてて、でもこれで踏ん切りがつきました。来年また富士山に再挑戦します。次も富士宮コースで登ります。今年は残念でしたけれど来年から頑張ります。富士山を登ったことないわけではないんですよ。3回富士山登った実績があったんですけど、あまりにも体重が増えすぎて登れませんでした。13キロ、150キロで御殿場を登った時より13キロ増えたんです。その13キロ増えたことによって疲労が2倍、3倍、4倍と加算されてね、しんどかったわけですよ。だから今後は痩せていきます。ワンライブの恥とか書かれてますけど本当にその通りで、ワンライブの皆さんはみんな登り切ってるんですよ。でも僕だけが登りきってなくて本当にお荷物だなと感じてます。皆さんの期待に応えれなくて本当に
すいません。本当に情けなくてごめんなさい。これからは切磋琢磨ね、配信だけを見つめて配信を頑張っていこうと思います。で、皆さん、まあ、富士山の件はもういいですか？まだ言いたいことがあればコラボも用意してるのでいいですけれど、あの炎上ニュースが今日できなかったんで、まあ夜に炎上ニュースってやるって言ったんで、流し程度でやっていきたいと思ってるんですけれど、もういいですか、富士山。あ、まだ言いたいことがあるならどうぞ言ってください。答えます。ちなみにアイテム詐欺はしてません。いいですか、アイテムをもらって富士山に登るって言いました。だが詐欺ではございません。ちゃんと9月の9日に行くという約束のもとでアイテムをもらいました、はい、でちゃんと行きました。ただリタイアしました。それだけの話です。まあ、ああ真っ赤っか。お疲れ様です。お疲れ様です。よく頑張ったよ。ありがとうございます。でもパルちゃんさ、本当のこと言っていいですか？もちろん本当のこと言ってください。僕ね、絶対痩せた方がいいと思うんですよ。それはもう見もずもがなですよ。でもったいないよね。ありがとうございます。痩せたら登れるんだから。痩せたら、まあ150キロが多分僕にとってのギリギリ登れるラインだったと思います。だから僕今配信見てないけど、謝罪枠とかするんやったらね、はい、これから毎月3キロずつ痩せるって約束したらいいんじゃないですか？その約束はできません。うわ、だそれやったら謝罪枠せんとこ。謝罪枠じゃないです。あ、じゃないの？一応皆さんリタイアしましたという報告枠です。はい、あ、でもリタイアっていうのは登れるという前提の人がリタイアっていう言葉使えるんですよ。登れる人前提で喋ってます。いや、だからそれが無理。この前に 500m でリタイアしたでしょ？この前は、はい。その時点でもう登れないって分かってたでしょ？いや、僕はあの3回ぐらい登頂してるので登れるポテンシャルはあると思ったんですけれど。いや、それ僕小学校の時に富士山登ってますよ。はあ、小学校の時に僕も富士山登ってます、ね、でパルちゃんが言ったのは、はあ、去年登ったっていうのは過去の話だから。だから登れるということです、僕は。いや、だからこの前 500m しか登れなかったんでしょ？はい。その時点で俺は今年も登れないって分かってたでしょ？いや、登れ、その時は体調悪かったんで登れなかった。だから俺が DM 見てないの。160キロ生きてるだけで体調不良。はい。だからパルちゃんは毎日体調不良なんですよ。160キロの人ってのは毎日体調不良なの。150キロも体調不良じゃないですか？でも150キロやったら登れたんでしょ？そうです。今回登れなかったっていう大前提の前に、前も俺配信見てたけども、配信するのもちょっと最近しんどいって言ってたでしょ？はい。だから太りすぎて、もうパルちゃんってもう言うたら危険な状態にいってるわけ。はい。だから毎月3キロ痩せていくっていう約束したらいいんじゃないのって僕は言ってる。いや、それはちょっと約束できないんです。じゃあ来年リベンジも絶対無理じゃないですか？毎月3キロは無理ですね。1キロとかだったらいけますけど。あ、いける。毎月1キロはいけるんですか？じゃあ1キロでいこう。3キロはちょっとハーペース。僕、パルリスなんですよ、ガチの。
か僕見たことないです、あなたのこと、すいません、聞いてない。パルリスなのガチで。いや、そんな人は僕には僕のリスナーさんに言いませんね。ほらほらほら、それ言うでしょ。だから無課金の人はあなたはリスナーじゃないって言うんですよ。そこがあんたおかしいんですよ。あなたにいっぱいアイテム投げてる人ばっかりがあなたはリスナーっていう価値観って言ってるから意見を受け付けないんですよ。いや、配信者だから本当にリスナーさん、リスナーっていう目線で今言ってるんですよ。はい、本当なんです。わかる。そうそうそう、だから来年リベンジするっていうんやったら毎月 1キロずつ増やしていくっていうのが常識じゃない。あ、すみません、俺フォローしてなかったです、ごめんなさい。だ、毎日寝てくって寝てくって寝てくって364日してるやつが365日の1日だけ富士山登りますって、これ無理でしょ。いや、でも150キロの時は登れたんです。だから150キロの時はまだ配信時間も長かった。お前言い訳ばっかりすんなよ。過去の話をすんなって。過去の栄光すがる傾向、今見た目、お前ただの肥満、それ何の自慢。大事なのは今いてるリスナーでしょ。去年じゃなしに今年から始まったリスナーさんもいてるでしょ。その人らはあなたが去年登った過去なんか知らないんですよ。違う、はい、だったら来年に向けてリベンジするんやったら毎月1キロずつダイエットしますでいいんじゃないの。はい、そうします。それでいいやんか。3キロって言ったんでね。だから1キロやったらするんでしょ。はい、でそれを約束したら1キロは言いましたけど、うんうん、するんですね。それやったらいいですよ。応援してますか。やっぱりパルリスじゃないんじゃないですか。だからパルパルは甘やかしてくれる、飴しかくれない人をリスナーって言うでしょ。いや、じゃあ僕は怒ってるからとかじゃなくて、一回ね、一回今見てるかどうか知らないです、一回2週間か3週間前ぐらいに一回パルちゃんにイベントアイテム10個投げしながら、はるちゃんも頑張ったらっていうコメントしたリスナーさんがいたんです。イベントアイテム10個投げながらね。はいはいはい。それに対してパルちゃんが黙れよって言ったんですよ。それだったら金返すわって。そんなこと言ってないと思いますよ。言います。銀行口座教えてくれよって、金返すわって言ったんですよ。頑張れよって言ってくれた人ですよね。いや、だからパルちゃんも頑張ったらってコメントしながらイベントアイテム10個投げたリスナーさんがいたんです。いや、そんな分だったんじゃないんじゃないですか。いや、そうです。俺、見てる人おるよ、正論。そうそうそう。で、その後に誰かがファンタスティック投げたんですよ。そしたら、あ、何も言わずに応援してくれる人が好きだわって言ったの。はいはいはい。で、結局、あなたは重課金税ばっかり大切にして、ね。あの、ちょっとしか課金しない人らのことを相手にしてないんですよ。その結果、僕はね、基本的には、リスナーさん大事にしてますよ。無課金の人もいますからね、はい、でも超無課金さんに関しては配信者だからパルリスとは認めてないんですよ。認めるか認めてないか、あなたが認めてなくても僕がリスナーだったら僕がリスナーですよ。自称でいいけどね、自称で。ほんで今僕が言ってるのはリスナーの気持ちを代弁して言ってるんで、配信者目線で僕一切コラボに上がらせてもらってない、それは分かってください。あ、じゃあ、配信者として言ってるんじゃなくて、リスナー1として言ってくれてるんですね、ハゲ。それを分かってほしいです。ありがとうございます。はい。まあ、それ以上僕が、はい、僕、これリスナーとして喋らせてもらってるんでね。あ、じゃあ、ちょっとそれを。なんかすいません、じゃあ、フォローをちょっと返しときますね。はい。あと、パルプタリスナーさんにお願いがあるんですけど。パルプタリスナー、ね、はい。パルちゃん自分で今日僕は豚ですって書いてたでしょ。完全にやっぱりパルリスじゃないですよね。自分でテロップに僕は豚ですって書いてたやん。いや、確かにテロップに書いてました。その時は僕がリタイアするというね、あの悪口をね、自分で自暴自棄になって書いたわけですよ。で、今そのタイミングで言うんですよ。じゃあパルリスナーでいいです。どちらでもいいから。じゃあパルブタリスナーとか言ってる時点でリスナーさんに対してもひどい扱い方してるというか。いや、ひどいよ。じゃあ俺もリスナーよ。でも話そらん。じゃあリスナーさんでいい。話そらんじゃなくて、やっぱリスナーじゃないだろって話。じゃあもうリスナーじゃなくてもいいよ。お願いがあるっていうのは、アイテム投げてる人がね、今月1キロダイエット頑張ってねとかコメントしながらアイテム投げたらどうかなと思ってるんです。それは僕が考えることなんで、あなたが出る必要性。だからリスナーの意見です。
だからリスナーじゃないって言ってるんで、リスナーではないんでしょ。それはあなたがリスナーじゃないって言ってるんでしょ。ええ、じゃああなたの意見は取り入れません。配信見てる時点でリスナーって言うんですよ。お前バカか豚かどっちじゃバケ。囲いの部分に関しての部分は違うんだろ。リスナーじゃないって言ってるんだから。富士山登れない負け犬、それが現実、見つめろ、お前だよ負け犬は。何負けたんですか。しさ、ハニャータも散らかしてよ。バカバカバカ、言ってんじゃないよお前。バカ、リベンジするってできなかったんでしょ。お前それが現実。あのな、ああ、お前がギャーギャー言ってね、売名しに来たか知らないけどさ、ああお前、富士山登ってから言えよ。売名になりません、こんなんで。売名だろ？前もなんか政治の悪口言ってたよな、売名目的。政治の悪口？うん、どこで？なんか枠やってたじゃん、なんか、自枠で。どこで？自枠で。政治の悪口なんか言わんけど。悪口言ってたじゃん、なんか、自枠で、なんか。なんか、出なかった？言ってないよ。配信者のなんか勝手に配信者の名前そらさんとって、まあ、とりあえず分かりました。はい、じゃあいいですか。もういいよ別に、全然。お前負け犬、それだけ。さようなら。はい、はい、負け犬頑張れ。バカ、なんなんこれ。売名だろこれ。人の失敗した後に、ぐちぐちね、塩を塗りに来て、正論かまして、ね、俺はすごいね、正論かましたんだぜってね、自慢したいだけのカスだよ。シンプルに。あのね、一言だけ言わせてもらいたいんだけど、お前誰なのって話、負け犬って言われてるけど、お前よりは勝ち組だと思ってるよ。わかる？しかもさ、富士山に関して言うけれど、小学校の頃登ったって言ってるけどさ、富士山も登ったこともねえじゃん、お前。それが本当に登ったかわからないけど、配信上で富士山登って、登頂してね、それで、まだね、言うんだったらわかるよ。登ってもないのにさ、やんやガタガタ抜かすなよ。シンプルに。富士山を登った後に、登頂した後に言うんだったらわかるよ。登ってもらうやつが言うなよ。俺は登ったからね。過去つっても1年前な。今年は登れなかったけど。でも3回過去に登ってるから。で、配信に対して何の実績もないカスが喋るな。そもそもが。お前の実績もないこと言ってるんじゃねえよ、お前。でも彼の意見は正論だったよ。だからさ、誰でも正論言えるんだよ、俺のことって。富士山リタイアしましたっていう部分でね。それに対して誰でも言えるの。それを言ったことによって、名声と売名を取りたかったんじゃない？俺パレリスって言われても全然パレリスってピンとこないもん、あんなやつ。うまく利用しただけだよ、こんなの。ええ。売名にならないわけないよな。2000人超えてるんだから。あいつの放送なんて閲覧ね。30から40なんだからさ。もっと少ないかもしんないけど。それで、こう、超無敵ってやつがさ、ね、名前こうやって売れたわけでしょ？無敵で名前が使うんだから。正論。だから、売名になるでしょ？無敵なんて知らねえよ、お前。そもそも。あと、正論っていう風に言ってるけど、誰でも正論かませるんだよ、これは。わかる？誰でも。ともいけ、静香ちゃんだって言えるよ。富士山登らなかったから、3キロ痩せた方がいいんじゃないですか。こんな誰でも言えるよね。それを利用してやったことが姑息すぎて気色悪いなと思ったね。頭ハゲ散らかしてさ、そもそもが。ゴミかよ。はい、
誰でも言えるんだよ、あんなことは。登らなかったからね、誰だって文句言えるよね、そんなの。ちゃうの。しかもリスナーでも何でもないのにリスナー目線で喋ってるしね、はじめ否定して。だから困るんだよね、売名目的でとつってくるやつは。カス野郎。負け犬って言われてるけど、俺はお前に負けたこともないしね。だから負け犬っていうのはさ、勝ってから言えよ、俺に対して。何かしらに。富士山も登ってねえやつに、挑戦もしてねえやつに言われたくないし、イベントでも勝っている俺に、閲覧でも勝ってる俺に言われたくないね。何目線で負け犬って言ってんだよ、そもそもが。慣れ目線だよ、無敵ってやつは。で、無敵は政治の悪口とかじゃなくて、誰かの悪口で名前を売ってなんか話題にしてたんだよ、確かね。だから基本的には他人の、なんか悪い部分をこうピックアップして、そこを徹底的に攻める配信者なの、ミュウツーみたいな。俺は違うよね、別に徹底的にやってないじゃん。コラボしろよってコラボ来てないけど、誰も。シンプルに、お疲れ様です。あは、花火やります。乾杯だったな。いや、乾杯っていうか、まあ正論で言われるっていうのは分かってたから、負けるもクソもないんだよ。ある、俺が気に食わないのは、なんか正論かましてね、ですごくいかにも正論を語った、パルパルに勝ったという、そのなんか順位のつけ方している、この超 無敵ってやつが気色悪いなと思って、やり方がシンプルに。マウントの取り方ね、そう、あれはきしょいなと思ったね。ねえ、で、何がきしょいって、富士山も登ったことないやつが言われるのがムカつく。今年富士山登ってで登頂して、まだ言われるならわかるよ、正論言われるのは。登ってでもねえ、その挑戦もしてねえやつに言われたくないよね。普通さ、挑戦して登って頂上登ってから言うじゃん。いかにもさ、頭ハゲ散らかしてさ、何もやってきてなさそうな顔してんじゃん。人生終わってそうな顔しやがって。登ってるって小学生だろ。あれは超、無敵っていうゴールドプラスの配信者だね。あのゴミハゲてるくせに47のジジイで、さす、何さして世の中のクソの役に混ざってないのに、ようパルパルさんに負け組言うたっすね、あの汚れ。もう聞いててめちゃくちゃムカついたし。でね、パルパルさん、ちょっと一個言いたいことあったんですけど。はいはい。そんなね、富士山登られへんかったぐらいで、そんななんかシューンってなって、別に謝る必要ないと思うんすよ。だってね、そもそも山なんか登る必要ないし、パルさん、パルパルさん今人生の大きい山を登ってるから、そんなわざわざね、それ以外で山登る必要ないですって。そう登らんでいいでしょ、富士山なんか。やっぱそう思うかい？が思いますよ。でね、それでね、登られへんかってギャーギャー言ってくるやつって、別にパルパルさんのこと応援してないから、それに乗っかってああでもないこうでもないって言って、汚れのね、クソやから人の足だけ引っ張ろうとして、だってほんまにパルパルさんのこと応援してたらね、パルちゃん大丈夫って
普通心配しません？でもね、それにね、リスナーっていう盾掲げてね、ああでもない、こうでもないみたいな。パルーラさん、その気にしちゃうんだって、あのアホが、なんか登られへんねんって、リベンジするために3キロ痩せろ言うけど、お前その前に髪の毛生やしてこい。いやもう根っこ腐ってんねんから、お前何やっても疲労やって言ったりしてもお前生えへんやんけ。土腐ってるからな、無敵。お前ハゲに名前変えてこい。こらどこが無敵なんじゃな。お前何もお前失うもんないところが無敵なんか。笑わせんなよボケ。お前が偉そうに喋んな、格下ゴミ。いやパルパルさん、だからさ、もうその気にしないで大丈夫でしたか。もう聞いててめちゃくちゃイライラしてし、パルパルさんが謝る必要全くないし。いや、いや、すいません、本当に、登れなくて。いやいや、そんな、いやいや、そう、だって、わざわざね、大阪から静岡でしたっけ、まで行って、一応その7号まで行ったんでしょ？すごいじゃないですか。8くらい。はい。いや、でもね、パルパルさん、パルパルさんにはね、例えばその100万円貸してくれる誠司さんとか、いろいろこう、手を助けてくれる人とか、他の配信見に行ってくれる人とかいっぱいこう周りにいてるから、やっぱそれって恵まれてると思うし、例えば綺麗なね彼女の佐藤さんも家に帰っておるし、まあ、だからこう、ね、それって日頃のパルパルさんの行いの結果やと思うし、そもそも毎日12時に定期的に ねいろいろやって、でね、僕麻雀するじゃないですかパルパルさんと。で朝方までやっても、はい、ね、12時に絶対やるし、でいろいろこうやりもってね調べてたりするし、プライベートの時でもそういう風にやってるし、これ見えへん部分ですけど、もうパルパルさん、そも気にしなんとってください。で、アホ言ってんの絶対それパルパルさんのリスナーさんじゃないから。いやほんまお疲れ様でした。もう何事もなくてほんまによかった。ありがとう、ありがとう、元気出たよ、ありがとう。もうパルパルさん気にしなんとってください。うん、もうリベンジとかも、あれ今思い出して1万返すからね。いや持つべき友達だな。花屋から1万円借りてるんだよ。返さなきゃ。そうなんだよ。花屋には頭が上がりません。お金借りてるんで。いや、まあいいよ。なんか文句言いたい人は。全然相手するよ。言いたい人がいるなら上がってきな。誰でもウェルカムだよ。売名でも何でもいいよ。売名って言わないわ、誰でもおいで、相手してあげるわ。パルタン泣かないで。ちなみに今日の炎上ニュースのラインナップはこんな感じですね。あ、スクショしてないか。ちょっと待ってくださいね。一応出しとくんで。パルタン泣かないで。ありがとう。嬉しいよ。これでした。今日は本当は山頂で語る予定だった炎上ニュースのネタです。深夜直くん緊急復活、金がないため復活、しかしサブアカと本アカ TikTok 版 Twitch へ。最後の富士山登山、養分パルパル山田、養分登頂パルパル山田リタイア。ウッキー秋子桃のお店でビンゴ大会する予定、なんと総額30万円の商品、ディズニーランドのチケットなど、ビンゴ大会の豪華商品がラインナップ。横山みどり主催、かなかわなくんが活躍する。喧嘩を止める、おーい、せい、はい、来たー。ちょっと誰、いきなり来た。このせいはい投げられないと思ったからね、これ。誰か応援よろしくお願いします。せいはい、いいですか。倍率出るんで、炎上ニュースこれ5分後なんで、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は何もできなくてすいません。
恥もさらしました。だけれどそれでも応援してあげるよって言ってくれる方、応援よろしくお願いします。5個投げ7個投げありがとうございます。ありがとう。6個投げありがとうございます。無料もありがとうございます。2個投げナイスありがとう。ぽよんちゃん1個投げナイスありがとう。1個投げナイスありがとう。3個投げナイス。2個投げナイス。 2×20 ナイス。まるさんありがとう。ありがとうございます。すいません、何もできなくてごめんなさい。えい、マイルス来てるよ。えたまちゃん抜いちゃう。これえいっちゃういっちゃうかましちゃう。5個投げナイス。2個投げナイス。1個投げナイス。 1×20 ナイス。ありがとうございます。2回も挑戦すいません、挑戦したのに。2個投げナイス。1個投げナイス。2個投げナイス。ありがとうございます。ヘタレじゃないでしょ。あのさ、ちょっと間違って勘違いしてるのが、富士山を2回挑戦した、お金をかけてね、登れないかもしれないし、リタイアするかもしれない、その挑戦したという精神力はヘタレでも何でもなくない？おー、ニコラがナイス、ありがとう。そこにヘタレとか言ってるやつはお前の登れよ。お前富士さんありがとう。一個ありがとうございます。ブダさんありがとう。一個一個ナイス。二個ナイス。2×20ナイス。ありがとうございます。10個投げです。黒メガホンナイス。2個投げナイス。ありがとうございます。10個投げナイス。1個投げナイス。1個投げナイス、ね、また頑張ろう。そうだね。2個投げナイス。ありがとう。みんな倍率出てるんだけどね、ちょっとねきついかな。ランキングは頑張って、ありがとうね。来年は登ります。参加ありがとう。2個投げナイス。1個投げナイス。2個投げナイス。カリさんありがとうございます。5個投げナイス。 2×20 ナイス。5個投げ。2個投げナイス。 2×5 ナイス。ありがとうね、みんな。口八丁、手八丁でリスナー丸込むパルちゃんさすがですなと。口八丁丸八丁、いやそんなことで通用するリスナーじゃないから悪いけど、普通にさ俺のこと応援してくれてるだけだと思うよ。俺の言葉を聞いてそうだねっていうか、あの感覚でしょね、聞いてる人はいないと思う。人として見てくれてると思うよ。あ、もちろんしますよ。ありがとうございます。わざわざしました。聖杯投げてくれた方ありがとうね。俺そう思うよ。皆さんお疲れ。
いやちょっとね、体調悪かったんですよ。すいません。今日は血の気が引いたからな。嘘ついて心痛くないんですか？嘘じゃなくてリタイアだから嘘じゃないんだけど、うん、嘘っていうのはさ、約束をしてそれで破ることでしょ。俺は9月9日富士山登山するという約束しただけ。登頂できるかどうかはわからないけどっていう前提を置いてね、あるで登ったんだよ。その結果登れなかった。だから嘘でも何もどこにも発生してない。ただ登れなかったということに対しての、まあ、批判的なコメントが多いだけ。そこに何か問題ありますかって話だよ。ヘリクツじゃなくて正論じゃない、これは事実だよね。俺が富士山登頂するから100万円くださいで100万振り込まれてて、それで嘘だったら嘘だと思うよ。登頂できてないからね。それで100万でそのままトンズラしてるんだな。全然違うから意味合いが。なら一回も多少登れたよな、ゴミ。だから体調が悪かったって、その時、うん、何か言わすなよ。いや、嘘をついてるかどうかのその部分に対しての話でしょ。嘘はついてないってことだから、何を嘘をついてか言ってみろ。じゃあだったら俺は何を嘘ついた、答えれんの。何を嘘をついたか言ってみろ。逆に期待を裏切ったは全然嘘とそういう部分じゃないでしょ。ヘリクスこの世な、それこそヘリクスだよ。期待を裏切ったとか答えられないんでしょ、嘘をついたことに対して。じゃあヘリクスでもクソでもないよな、答えられないんだから。誰一人コメントに書いてないよ、何を嘘ついたか。期待を裏切ったって言葉だけだよな。な、認めろよ、そこは。嘘ついてなかったですね、と。そこは認めろよ。な。あ、嘘はついてなかったってなるよね。なりませんか？あ？どうなんだよ。なりますよね。嘘をついたって言うなら、嘘をついたというその部分言ってみろって言ってるのに言えないんでしょ。じゃあ嘘ついてないね。しょうもないじゃなくて謝れよ、逆に。謝罪を要求するよ。嘘をついたという嘘をついたやつら、謝罪しろよ。嘘をついた奴らが逆に嘘をついてすいませんでした謝れよ。そうだろ。あのね、俺ムカつくのがさ、論理的じゃない会話してる奴が嫌いなんだよ。嘘をついたって言葉に対して何の嘘をついたかっていうね、その答えを出さないやつムカつくんだよね。ただ単純にノリで感覚的にね、言ってるやつがいるから、きしょいなと思うね。印象操作だから。嘘をついたということに対してのその嘘つき呼ばいするならば、その嘘をついたという確たる証拠を出せよと。でも実際それを出さないわけでしょ？言えないわけでしょ？じゃあ嘘ついてないよな。って話。頂上行くとは一言も言ってないから。バカか、お前。頂上行くぞとは言ったよ、確かにね。
でも絶対に頂上行くなんて一言も言ってないよ。嘘をつくな、うん、これってヘリクスって言うんですか？で、嘘をついていた部分に関して嘘がなかったからでっち上げて嘘をつかすような印象操作してるやつが嘘つきってことでしょ。養分とリタイアした時に約束なんてそんなもんないぞ。もともと養分は御殿場で登って競争して負けたやつが10万払うって話じゃなかった？リタイアして5万円払うっていうのもそこは正式な約束なんで結ばれてないから、都合のいい時だけ引っ張ってくんなよ。そもそも養分は御殿場とかそういう話から始まってるからな。だったらそうなってくると、いやそれは違くないよ、録画見直せよ。御殿場で歩くか、スワスで歩くかって話だから。偉そうに、俺の枠だから偉そうにしたっていいだろう。そんなに気に食わないなら出ていけよ。誰の意思で見てんだ、お前の意思だろ。反省なんてしてるわけないよね。ただデブがリタイアしただけなんだから。何の約束もしてないでね。何の反省がするんだよ、俺が。え？するわけないだろ、お前。お届けがないから残念だお。じゃあさ、俺と同じさ条件で登ってみろよな。100キロの重りをつけてさ、1キロのリュックサック背負ってやれよお前。そしたら俺の気持ちも分かってくれるよ。ここだけないっす。条件がきつすぎた、俺は眠すぎた。163キロとか平均体重63キロだろ。それに対して100キロつけてお前1キロ歩いてみろよ。どこのお前さ、自衛隊だよお前。どこの自衛隊なんだよ。そしたら俺の気持ちもわかるね。いやー、よく頑張ったな。ね、チャンスを2回ね、棒に振ったけれど、2回とも頑張ろうとしたあの姿。いやー、よくやったよ。なかなかできるもんじゃないね。だってさ、リスクしかないんだぜ。お金10万払ってさ、富士山登るんだぜ。そして、リタイアしたら叩かれる。だから登るしかないけれど、リタイアするという選択肢なんて苦渋の選択だったよ俺は。だから俺はもう言うことはね、チャレンジするその精神力褒めてやりたいね、自分を。だからこれでね、また新しい目標ができたよね。富士山をね、頂上まで登るといういいストーリーができたね。本当にそれはバカって言うんだよ豚。あのさ、バカって言うけれどバカをやって配信するのが配信者なんだよ。だからこれバカ下手打ったけどさね、それでもさ応援してくれる人が増えたと思ってるよ俺は。
駒井くんとの企画はやるんですか。まあ確かにね、登って駒井くんとの企画やって見返すみたいなこと、なんか変なこと言っちゃったけど、やらなきゃいけない。田崎の実家まで歩くって企画あるんだよ。本当に本当に期待した私がバカだった。名前出せよお前、誰だよ。応援もしたこともないやつだろな。応援したことがあるやつだったら俺土下座して謝るよ。名前出せよ。私がって言うんだったら土下座してやれ。俺申し訳なかったって。お前印象操作で語るなよお前。おい私とか言ってるやつお前だよ。おい出てこいよ。リスナーさんいなくなるね。下座の時にね、アイテムいっぱいもらってね、リタイアするって言った後にも投げてもらいました。たくさん めちゃめちゃ顔赤いやん。もう真っ赤っかだよ。もう日差しにやられて、うん、真っ赤っか。お疲れさん。どうしたの天然さん。いやパルパルワークが荒れてる言うからさ、パルパルのヘイトは俺が買い取ろう思て。無理だよ天然さん。なんで俺はこのヘイトを、うん、ね、うん、あげたくないんだもん。あげたくない。さすがやな。そうよ。うん、どうした。バカにしに来たの天然さんも。俺バカにしに来たんでしょ。いや、バカにしてへんよ。ん、バカにしに来たんでしょ。バカにしてへんよ別に俺は。バカにしてるよね。リタイアしたんかって。いやもうゲイにしたんかな思ってん最初。ゲイにリタイアをゲイにしたんか。乗ろうとしたら心が折れて、うん、体調もちょっと悪かったから、うん、リタイア選んじゃったよね。うん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 。まあ行くだけは偉いと思うけどな俺は。ほんまにでも行く気なかったらさ、行かんもんな鼻から。そうじゃない。そうだよ、富士山でトータル20万使ってるんだから。じゃあな、そう思ったらさ、行くだけでもね、根性あると思うよ全然。本当に思ってる。俺思って思ってる。だってさ金かかるやんか富士山って。まず、うんうん、新幹線で登山のグッズとかさ、いろいろ、うん、で、それって行かへんかったら別にな、飛ぶお金じゃないやんか、うん、行かへんかったら。だからそこまで金かけて行くっていうことはやる気はあったってことやん。やる気十分。そう、もう登る気十分だよね。うんけど、うん、ダメだった。まあまあしゃあないよな、リタイアは。そこで無理さん、言いなよ。本当は言いたいことあるんじゃないの。別にないぜ。俺はもう鼻から行く気なかったもん。鼻から。バカにしたいんじゃないの、ね、富士山で死人者出てたら、うん、もうこれあかんもだもん。俺何やったらパルパル止めに行こうもだれ。富士山まで。やめろって。絶対にて。嫌な予感しかせえへんで。じゃ逆にね、ヘイト買い取り専門店の天然さん聞きたい、うん、このヘイトはどうしたら治るもんなのかね、ちょっとプロとして聞きたい。あ、いい？パルパル、いいですか、ちょっと明日も富士山行こう。もう一回リタイアしよう。これ永遠ループ。あ、永遠ループ、ね、もう富士山のリタイアといえばパルパルってじゃん、耐えきれないよ。俺みたいにギャザリングでやっちゃうよ。うん、明日も行く。俺やったら明日も行く。富士山行くのこれ。明日も俺やったら行く。やっぱりね、頑張りたいですって。リスナーさん応援してくださいって。ほんでもう帰って
ほんで、500m 歩いて、もう帰りたいでしょ。もうこれ完全に、もうパルパルしかできひん、このゲー。うん。落ちちゃっているけどね。うん。これはありちゃありやで。まあ確かにね。いや、もっと違う方法がいいな。ちょっと違う方法。なんかない？違う方法。この叩かれ具合。そう。なんかない？叩かれ具合。もう、これ、これ以外に、じゃあどうするかって打開策やんな。そう。プロとして、ね。佐々木さん、任せてください。あります。あるの？あります。え、何じゃあ。あのね、うん、とりあえず、コメント欄の空気を変えるために、もうその辺の富士山の、まあ、飯配信しまくってよ。ご当地。ああね。うん。富士山の周りで飯配信するの？そうそうそう。富士山映し持って。ええー。うん。なんかコメント欄がね、だんだん変わってくるよ。いや、俺、実は横浜なんだよ。おー。俺、横浜にいるんだよ、今。あ、そうなん？そうだよ。川崎じゃなくて？川崎じゃないんだよね。横浜の、うん、うん。ホテルにいる今。あ、そうなん。え、大阪帰んの？だからどうしようかなと思って今考えてる。もう今、うん、もう完全燃焼してるからさ。うん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 。どうしようかな、どうしようかなって考えてるね。東に行くか西に帰るかってこと？そう。で、天然ちゃんどこにいるの今？俺東京で今。あ、さあ大阪行ったんじゃないの？いや、大阪まだ9月の15か6、13、14、15かな。その日に帰る。あ、そうなんだ。うん。大阪は。本の、どうすんのしばらく。いや、しばらく、いようかなって思ってるよ。あ、おる？こっち。うん。だってイベントもあるし、イベント終わるまでは家で放送できないからさ。うん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 。だから、まあ、とりあえず関東にはいようかなと思ってる。だから、その、時間があれば天然ちゃんと会いたいなっていう。あ、いいよいいよ、全然。ほんと？うん。嬉しい。会いたい、天ちゃんとね。イベント終わってからな。イベント、うん。で終わってもいいし。で、一緒に天然ちゃんと高尾山登りたい。おー、そっち？まあ、電波ないけどね。うん。あ、電波なかったよな、今回。途中までなら、あるらしいけど、うん、高尾山は。いや、ちょ、富士山、富士山。電波なかったん？なんかね、カクカクするときがあった。ああ、ダメやわ。うん。うん、じゃあもうあれやんな。ちなみにあれ？うんうん。たまにカクカクすることがあったけど、まあでも全然できるよ。うん、できるの？全然できる。電波のせいしやがって。うん。電波のせいに。電波飽きませんわ、言うて。ねえ、そういった話わかるよ、電波。え、じゃあさ、パルパル東京、こっちおるやったらさ、また連絡するよ、俺。ほんと？うん。その時、じゃあ、いい？天然ちゃん。ま、ええよ、ええよ。うん。連絡するわ。ここの友よ、ありがとう。うん、いいよ、いつも行って。天ちゃん。うん？また遊んでね。遊ぼうか？無限の彼方へ。さあ、行こう。笑って。こらえて。やるんだ。勝って。みんな心配してくれてるわな。心配してくれてるみんな。嬉しいね。とりあえず明日なんかやるか、お詫び企画としてね。横浜だけど、別に横浜じゃなくてもいいんだけど、なんか海でも行こうかな。海近いから、横浜だから、海でも泳ごうかな。
とりあえず終わるわ放送。みんなあれ今日ご飯食ってない、飯食えなかった、わかんない海行くかは。ポーカーないよ今日、普通に寝る、うん、もう疲れた俺は、寝てないしね。高尾山行ってもいいけどね、うん、まあおやすみ、お疲れみんな、またよろしくね。あ、横浜のなんかあの中華街行ってもいいな、もうお腹空いちゃったからね。ありがとう。